イチヘッバンガーズクラブ、 FM 愛知おきの皆さんこんばんは。あったかくなりましたね。朝起きると気がついたらいつもパンツ脱いでおります。アウトレージのタニシアです。アシスタントの林文香です。さて、メタラーによるメタラー&ノンメタラーのためのメタラー&ピースを掲げる土曜深夜のメタルプログラム、ヘッドバンガーズクラブ、今夜もスタートです。はい、よろしくお願いします。パンツ脱いじゃうんですか。いや、暑いとね、なんか気がつくと、うん、あの寝るときは生えてる、うん、気がつくと朝起きると、うん、下はスポンポン。あ、もうそういうシーズンが来ました。シーズンオブフルチン、フルチン、フルチンシーズンが出てきたと、はい、ほらもうゴングなりましたよ。さて、ここで突然ですが、番組冒頭で急遽発表がございます。カブトメタル中止に伴い急遽開催、ラジオ型妄想フェス、カルダメタルよっ。カルダメタルって何ですか。ご説明いたします。本来ならば本日開催される予定で、丹下さんもとっても楽しみにしていたカブトメタル、残念ながら中止となってしまいましたよね。ですが、何のこれしき、僕たちにはこの番組があるじゃないかということで、久しぶりのラジオ型妄想フェス、カブトならぬカルタメタル、急遽開催する運びとなりました。まあね、あの本当に中止になっちゃってさ、自分はもう出るはずだったのに、はい、そうなんですよ。そして憧れのベノムのクロノスさんに会えるんじゃなく、はい、ないかと思ってドキドキしたのに、はい、まあ、残念ながら中止。そうなんですね。まあまあ中止になったことはね、はい、しょうがないとして、はい、まあだったら番組で、はい、カルタメタルをやろうじゃないか。そうですね。カブトとカルタ、シャレになってるかなってないか分かりませんが、まあカルタメタル、はい、やりましょう。はい、かしこまりました。それでは早速オープニングアクトはこの方。東京の夜にありけり兜姿、なんだこのジャケ、日本舐めてんのか。東京の夜にありけり兜姿、なんだこのジャケ、日本舐めてんのか。東京ブレード、ナイトオブザブレード。ナイトオブザブレイドです。解説席よりお届けしております、林文香と丹下信也です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、ついに開催、カルタメタル。まあさっきのね、この、はい、読んだこのなんていうのこれカルタなんだか知らないけど、なんか全然字余りで雰囲気だけね。まあ雰囲気だけですか、はい、カルタメタルですからね、はい、いや、あのちなみにこの文章、私が作ったわけじゃないので、私には悪意は全くございません、はい、ここで弁解をしておきますが、
だからこのなんだこのジャケ日本舐めてんのかってどういうことですか。まあこれ、ね、東京ブレードっていうバンドのこの曲の、はあ、ジャケットが兜と被って、うん、要はまあ侍みたいなね、こういう兜を被ったまあ侍じゃないか、兜と被ってるなんて武士みたいな、うん、なんか武士じゃない、なんていう、兜と被ってる人なんて言ってるんですか。あ、武士じゃないですね、まあ将軍か、将軍みたいなね、そういうなんかこういうのを被ってて、まあ選ばれた理由はただそれだけです。今回の会場はまあカルタだから畳がないといけないから、はい、東別院の本堂の中でやろうかなと。罰当たりですね。怒られます今。東、まあ、東別院の、あのお坊さんにね、はい、許可取りました。お、そうなんですか。急遽フェスやっていいかって。おお、うん、そしたら あんまりねモッシュしないでって言われました。はい、そうですね、モッシュするそうですね。ちなみにこれあの妄想ですからね、皆さん本気にしないでくださいね。いやでもね、お坊さんたちもね心をね揺さぶられるカルタメタル開催中です。さてオープニングアクトの東京ブレードいかがですか。うん、東京ブレードいいんじゃないですか。うん、まあ、あのね、あと、まあ、これもうすごいもう年取ってる人たちなんで年取ってる、はい、まあ俺が憧れてる時代の人たちなんですね。そうなんですね、はい、東京ブレードジャケだけで選ばれました。はジャケットだけで選考が合格しましたということで、はい、いや皆さんもぜひジャケットをチェックしてください。おっとおっと、そろそろですね転換も終わって次のバンドの登場のようですね。あ、お知らせをまず挟むそうですね。お知らせを挟んですぐだそうです。お楽しみに。ここでスーパーギターショップビッグボス名古屋からのお知らせです。ビッグボス名古屋ではギター&ベース各種を豊富に取り揃えています。初心者の方からプロ志向の方まで、名古屋大須赤門交差点東側、皆様のご来店お待ちしております。ヘッドバンガーズクラブ。プリティーな女の人が歌うのは直訳できない卑猥な歌詞。プリティーな女の人が歌うのは直訳できない卑猥な歌詞。ザ・プリティレックレスフォローミーダー。You're like a bird.
Follow me down to the river. Drink while the water is clean. Follow me down to the river tonight. I'll be down here on my knees. Follow me down to the river. Follow me down through the trees. Follow me down to the river tonight. I'll be down here on my knees. I'll be down here on my knees. お届けしているのはプリティレックレスフォローミーダウンですもう選んだ理由は、はい、もう出てもらうね、選んだ理由は、はい、もうこの愛声、そうですね、はい、あのまあ放送はカットされてるのかな、その卑猥なところは、いやこれをねライブでやってほしいなと、はい、ライブで、はい、目の前でやってほしいなとあの多分あの会場全体が若干こう前かがみになるからちょっと波が立ちますよウェーブが、いやそれを見たいから、はい、この出てもらおうとなるほど、はい、ね、あの皆さんね、あの揃ってもう思いっきりヘドバンになるので前かがみ、ボーカルですね、とても綺麗な人ですけど、はい、そうですね、なんか女優さんでらしいですよ、アメリカのね、あゴシップガール出てる方ですか、あー私見てましたよ、ゴシップガール、はあ、なんか有名な人らしいです、はあ、いや綺麗な女優さんでしたよね、お写真見ましたけど、なんかね、そういう人がね俺聞いて、はい、女優さんだって聞いて、はい、聞いたら意外とまともだったんで、おもう失礼だけどね、はい、なんかろくな歌じゃないなと思ったら、あら意外とねきちっと歌ってるんで、なるほど、うん、なかなかいいアーティストだと、はあ、そして結構売れてるらしいですね、あそうですね、はい、あなるほど、いや会場でもほら男性が少し前かがみですよ、それはもう行くでしょ、お坊さん前かがみじゃダメですよねお坊さんそんなね、はい、邪神を持っちゃダメです、そうお坊さん立って、うん、あ立っちゃダメだほらお坊さんまで立たせてしまうというね、はい、そうですね、素晴らしいアーティストです、はい、みんなでスタンドアップ、おっとここで転換が終わったようですね、早速恒例のカルタの方行きましょうか、素敵な歌声騙されないで、歌詞の意味さっきよりひどい卑猥すぎる歌詞、素敵な歌声騙されないで、歌詞の意味さっきよりひどい卑猥すぎる歌詞、ステルパンサーギャンバンアップザオールドフォックスホーム、deliver a pizza on a Saturday night.
のはスティールパンサーヤングバンズアットザオールドフォークスホームです。さてこれあの CD についてる大役見ると歌詞ひどいね。はい、はい、あの絶対に翻訳してはいけない日本語ベスト10には入ると思います。これはひどいね。はい、なんか老人ホームでピー入るかなこれ、うん、老人ホームでねえみたいなね、はあ、お楽しみ中でございますけどもね、はい、はあ、いやね、それをねこの東別院本堂で、ね、ちょっと不謹慎極まりないですね、この歌詞は、ね、東別院 本堂でね、本堂でねこれ歌ってしまってはちょっといけないですね。ただそういうバンドなんですよこれは。こういうねパーティーでねみんなをまあ半分ジョークですからね、まあね、まあ、半分っていうかね全部ジョークですから、うん、こうみんなを笑わせると、おまあ、そういう意味ではフェス向きです。うんうん、まあそうですね、うん。曲知らなくてもねこの歌詞聞いたら笑えるじゃんみたいな。そうですね、うん。盛り上げ役には一番適していますね。まあまあいいと思います。はい。いやーギャングバングアットザオールドフォークスホーム、はい、気になる人は翻訳機でかけてみてください。さて舞台転換の方進んでますね。転換の準備できたようです。この後お知らせを挟んであのバンドの登場です。お楽しみに。ヘッバンガーズクラブ。株式会社ユーリムズはお客様の幅広いニーズにお応えするため他社にはない真の意味での危機管理・安全対策を構築します。常に最良の方向性、最新のスタイル、最大の安心を提供していく警備会社、それが株式会社ユーリムズです。以上ユーリムズからのお知らせでした。ヘッバンガーズクラブ。ベテランはやっぱり鳥だと丹下さん、次はちゃんとライブでね。ベテランはやっぱり鳥だと丹下さん、次はちゃんとライブでね。ベノムのブラックメタル。Energy scream is merging in dreams. Satan records their best notes. We time the bell. Chaos in hell. Metal bombings pure. Faster than steel. Fortune on wheels. Brain hemorrhages the cure. Black metal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 .Lay down your soul to the gods, rock and roll.ベノムでブラックメタルです。まあ、もちろんこの人たち鳥です。はい、
そうですね、もうだってあのベノムのクロノスさんに会いたくて、うんうん、カブトメタルは、うん、これ出させてくれってお願いしたんです。おー、そうでしたね、そういえば、うん、だからね、もう一回来てほしい、来てほしいって、ね、これ来たんだね、はい、来たんですよ、今東別院にいますからね、東別院にいるってことね、います本堂で、あ、で後からサインもらいに行かないと、そうですね、うん、そうですね、あ、そこ、あ、待って、アウトサイズ出てないじゃないですか、出ない、忘れてた、そうですね、演奏しないと、あまりに楽しくて忘れてた、いや、もうこれ急遽ね、はい、やったのこの、はい、カルタメタルなんで、はい、もう自分たちの存在忘れてましたそれだ、いいんですかそれいやいや、出させてください、まあそうですね、はい、はい、ね、もしかしたらね、他のね、フェスがね、また開かれるかもしれませんもんね、うん、いや、ちなみに今日この本堂にベノムが来てね、様々なね方がも来てますが、動員何人ぐらいですか。動員、まあ、東別院の本堂だから ね、 ね、俺が子供の時に、はい、夏休みに、お坊さんの、はい、なお説法って言われ、おお、そうですね、聞きに行って、聞きに行くと朝アンパンと牛乳をくれたで、夏休みそれが欲しくて、はい、朝早く起きて、はい、でもう寝てた本堂、はい、でお坊さんのそれが終わると、うんうん、牛乳とアンパンもらって食ったみたいなね、そういう記憶のある、ね、はい、本堂なんだけど、どう考えても300人ぐらいしか入れないどう頑張っても300人ぐらいしか入れない、うん、あの一条に何十人かギャッと集まっても300人はぐらいしかね、まあ一条にね、はい、10人ぐらい入ったら、はい、もしかしたら500人ぐらい入れるかも。なるほどね、うん、でも皆さんあれだよ、本堂畳みだから靴は脱いでくださいね、うんうん、そうですね、うん、間違いなく裸足で、もう靴は脱いでください、はい、いやーね、いや、その300人しか入らない動員の中に何入ったんですか。それはもうぎゅうぎゅう詰めですよ、ぎゅうぎゅう詰め、もう数えられない、もう数えられない、怪我人続出、続出、もうみんな外で待ってますよ、本堂の中で入れない人が外のこう待ってます、はい、境内のところで待ってます、すごい、境内のところにお賽銭があるから、みんなお賽銭入れながらこう隙間から見てますよ、何番ダブ何番ダブって言いながら、うん、隙間からこう障子の隙間からこう見て、お、こう今ベノムか音だけ聞いて、みんな隠密みたいなね、うん、すげー、あと金ついてる人もいますよ、土作さんに紛れてカーンみたいな、もう盛り上がりすぎちゃって、ゴーみたいな、ゴーみたいな、いや、もう大フィーバーですね、うん、もうまさに東別院とは思えないですね、盛り上がってますよ、すごい新たな歴史を刻みましたね、はい、カルタメタル、ここでゴングが鳴りました。さて、お届けしてきました今夜のヘッドバンガーズクラブ、皆さんいかがでしたでしょうか。田村さんどうでした。まあこういうくだらない企画もね、まあ、くだらないいいと思います。いや、そうですね、とても楽しくお届けできましたね、はい、いやー、いいですね。さてさて、番組ではまだまだ皆さんへのメッセージを、皆さんからのメッセージをね、募集しております。皆さんへのメッセージはこちらからね、発信しておりますので、はい、宛先はメタルアットマーク FMA.CO.JP、 もしくは Facebook のページコメント欄までお願いいたします。各コーナーのリクエストもまだまだ受け付けていますので、ぜひチェックしてください、お願いします。さて、丹下さん、はい、今夜も終わりメタルフェスの番組を紹介していただきます。今日は名古屋のバンドです。お、そしてかなり若いらしい、24、5なのかな、もう若手、うん、で音聞いたらね、とてもしっかりしてるんで、ほうほう、これはいいバンドがね、出演してくれたなと思っております。お、聞いてください、新フロムザリーフ、聞いてください、新フロムザリザレクションのザリザレクション。ここまでのお相手はアシスタントの林文香とアウトレジの丹下慎也でした。来週も激烈ヘビメタでお耳にかかりましょう。バイバーイ。